曲で第3部が始まりました。ほろ酔い気分での最初になぜこの曲が、お分かりの方もいらっしゃるかもしれませんね。30年余り前になりますが、1986年夏、あるウイスキーのコマーシャルにこの曲が流れました。キャスリン・バトルの美しい歌声に大きな反響が起き、一躍有名になりました。そうなんです、お酒とご縁のある曲に日本ではなったのです。次にウイスキー作りのドラマの主題歌、そしてお酒のコマーシャルに登場した曲などを歌ってまいりますが、どんなお酒とつながりがあるのか謎解きをしながらお聞きいただけますでしょうか。Thank you.
ということで。